マルロー美術館はフランスのルワーブルにある美術館でフランス国内で最も豊富な印象派絵画のコレクションが収められている。1961年に美術館がオープンした当時の文化賞のアンドレ・マルローにちなんで名付けられた。美術館には直近5世紀の美術コレクションが収められており、印象派の絵画コレクションはパリのウルセイ美術館に次いで2番目に豊富である。 フランスのノルマンディに住み、働いていたクロード・モネや、その他の芸術家による会話がある。ジャン・バティスト・カミーユ・コロー、ウジェーヌ・ブーダン、ウジェーヌ・ドラ・クロワ、ギュスターブ・クールベ、エドガードが、エドアル・マネ、ピエール・オー・ミュストル・ノワール、ポール・ゴーギャン、アルフレッド・シスレー、カミーユ・ピサロ、ポール・セリジエ、エドアール・ビュイヤールの会話がある。現代美術では、アンディ・マティス、アルベール・マルケ、ラウル・デュフィ、 キース・バン・ドンゲン、フェルナンデジェ、アレクセイ・フォン・ヤウレンスキー、ニコラド・スタールなどのアーティストの作品が収められている。ヘンドリック・テルブルハヘン、ホセデ・リベーラ、シモン・ブーエ、ルカ・ジョルダーノ、フランチェスコ・ソリメーナ、ユベール・ロベール、ジョン・コンスタブル、テオドール・ジェリコーの絵画を展示する古いマスターセクションもある。オリビエ・センのコレクションが2004年に美術館に寄贈され、 印象派と現代美術の巨匠による205点以上の絵画が収められている。寄付のおかげで、ムマの印象派作品のコレクションは、現在、フランスで最大のものの一つであり、一般市民は、ピエール・オー・ギュストル・ノワール、カミー・ユ・ピサロ、アルフレッドシスレー、エド・ガードが、ギュスターブ・クールベ、ジャンバティスト・カミー・ユ・コローの作品を楽しむことができる。ありがとうございます。